シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。攻撃を開始するんだぞ。まともに食らわないように注意しろよ。
曲に合わせてリズムよく焼くのがコツですよ。タイミングがずれたようですね。ここは経験を積むのみです。上手に焼けました。